こんにちは。さて、終盤っぽいぞというところで、結構立ち止まりつつも、もうちょいじゃないのかという感じです。この赤が前回もらってきたので、上に向かって何かをしたい。上に向かって何かをしたいということしかわからん。上に何があるの？うわー、普通にここを開けるための光を上に送ればいいのかな。あー、違う。赤色成分を持っているものであれば良い。どっちの赤は分からん。こっから上に行く方法はこれしかない。どうなのよ。扉作ればいいじゃん。一個ここになんか扉を置いてくれれば、ここの行き来はボタンワンクリックでいけるだろう。ここに持ってこんといかんのって無理だねってなるね。だからこの子とぶつけないといけない。下から上に行ってるやつとぶつけ、違うか。点点点点だからここでぶつかればいいっぽい。またタイミングがずれてるので、下の赤の入り口を変えたい。隣とかもできるし、こうすると変わんないんだよな。こう来るのと、でも2ずれるのか。これだと2ずれるからどうなるんだろう。2ずれると手前でぶつかるかな。2じゃダメだね。奇数ずらさんとダメだ。なんか場所ないのかな。どっちにせよこれは今最小できてるんで、ここで食えるならここで食ってもいいけどねって感じはするが、必要な数ないか。めんどくせえ。トライアンドエラーになんでそんな時間をかけさせるんだよ。こっち側から来る赤色でやってねっていう可能性もあるからな。そもそもがこれ右か左の2択なんだよな。で、自分が今左の線はもう使ったから、唯一使ってないのはこっち側のラインだから、まあ、これを使うしかないよねってことでこっちを選択してるけど、まあ、これが左側を使うっていうような騙しをしてくる可能性は全然あるねと。で、こうすると奇数分ずれるから、まあ、入力はそこのライン上で間違いないんじゃないかなと思ってます。あそこ左のラインを選ぶと、まあ、ここの持ってくるバンパーの数をもっと減らすことができるかもしれないね。奇数にしたのに位置ずれてるってどういうこと？そんなことあるの？これをしても偶数このズレしか発生しないから、こことぶつかり合うことはないんだな。だけどここに対してまっすぐ飛ばすのはこの場所でぶつけるしかないと思ってる。いや、緑側を操作するってこともできるけどね。ここでぶつけても構わないんだよな。でもこの緑は上に行くんだから、自然に考えるとこのマスなんだよね。このマスなんだよな。
下からの入力を間違えてるのかな。じゃあこれが上に来るパターンはやってなかった。早い。ずれてる。こうするとさらに詳細に場所を変えることができるが、おかしいよね。ここでぶつけたいのにここでぶつかる位置関係になってら。ここだと、いや同じだよね。だってここでぶつかるんだな。ここでぶつかるって絶対完全にシンクロして、いやそんなことないのか。4の倍になったらここだ。1234、ああじゃあここではぶつかんないけど、ここでぶつかることは理屈では可能。あーもうこれしんどい、もうしんどいって。これ当たり引くの、当たり引くの待つのしんどいって。数が足りない。でも上から持ってこれよ。全部こっち向きしかないね。全部こっち向きしかないねの時点で終わりじゃねえか。こんなこっちじゃないわ。これもうめんどいんで答えます。やべ、ちょっと待てよ。ずっとポーズしてた。ちょっと待て。どっから？どっからだ？延々喋ってたんだけどずっとポーズだった。ね。一体倒しちゃったんですよね。どの辺からだろう。まあ、ここ解いたあたりかな。ここから行きますか。正解はこのルートでした。あ、ちょっと待てよ。正解はこれなんだけど、もうすでに正解が不正解になったルートになってんだよな。まあいっか。まあいいでしょ。まあなんかこうやって斜めに持っていくのが正解だったんですよ。で、これを持ってった先がここで、でここの光が生きてたから、こう来たやつとここの右から左に来たやつがぶつかって上行って、こう来てここに当たったから、ここにいたモヤモヤが死んで、
で、このモヤモヤが死んだらここに道が開いたんで、こっからこう上に伸びてた白い線をこっちに伸ばすと、ここで反射して上に行くので、そこ上行ったんですよね。あ、ここをこう上に行ったんですよね。そしたら上に赤色を持ってこれたから、上に赤色持ってきて、緑と赤と、でここ青色を右から左に持ってくるエリアなんで、なんかここで3色揃うんだけど、3色ここで揃えても行き先がないんです。ゴールはここなんだけど、ここ壁なんで、ここにモヤモヤが来て、このモヤモヤにこれでぶつけたことでモヤモヤをこう倒して、そのモヤモヤが倒した時に多分この壁が壊れるから、そのままこっち側に行けるんだろうなと思ってて、今モヤモヤがどこに逃げたかを探していたところでした。でそこで録画のミスに気づいたって感じ。モヤモヤがどこ行ったのかなと。なんかどっかあったっけ。まだ使ってないけど、赤いオブジェクトがある場所、これか。こいつだ。こいつを倒したいから、これを当てたいから、あ、この色をこっから通せば一色残るはず。だから上から普通にこれを持ってくればいい気がする。上から普通にこれを持ってくるということはここか。下に来て、下に来て、これね、これ割れる。そうするとこいつがあっちに行くんじゃないかな。違うな。どっか逃げたが、この斜めの方向に逃げたっていうふうに解釈すればいいわけ。一応ゴール前見とこうか。おかしいだろ、おかしいだろ。右下に逃げたやつがなんで左上にいるんだよ。こいつを倒さないといけないけど、だからこっから上から緑、こっちから赤で、こっち側から青を飛ばせばいいやつ。赤が飛んできてないのはなぜかというと、この色が飛んできてないからであって、この色を飛ばすためにはこれを伸ばせばよくて、そうすると赤があそこに戻ってくる。たら青色を、この青色を左に入れたいんだけど、この青色を左にここに入れたいんだけど、青色をここに入れるのはどうすればいいんだろうねと。青色をここに入れるって、直線で行くと こっち側だよね。こっち側からずっと青を引きずってきてほしいみたい。あの直線はどこかというと、ここなんで、ここに青色を持ってきてほしい。さっき下のエリアで青色が見えたのが、これがヒントだと思ったんだが、このルートは変えられないからね。バンバーの数が足りるかどうか。足りないんじゃない？足りないですね。
ちなみにこのエリア、右から青色を持ってくることは？この辺に青があればいいんだけどな。まあ無理っぽいね。ではここが下から青が飛んできているのを利用して、その青を上に送りたいんだと。ちょっとここの光をこれで使ってるのはかなりきついかな。ここを通らなきゃいいんだけどね。うん、かなりきついだろう。なんでこれ赤いの？なんだ？この赤色はなんだ？なんでもないじゃん。あ、なんかそれぶつけるとフィルターが消えるとかある？もしかして。フィルターの根元には届かないか。全然遠いね。ていうかちょっと待ってな。そうやって持ってきてもここでもう一個必要なんだ。足りないか。かなり足りないか。このフィル、あ、なんかここだけ切れてない。だー、見えねえよそんなの。わかんねえよ、黄色もここ切れてんじゃん。これさ、これでも見えないんですよ。だってインフォメーション使っても見えないんだぜ、これ。ここの裏側が壁がないってこと、壁がないというか置けるってこと。ずるくない？ずるくない？むしろこのモードで置けないところもっとちゃんと表示してくれればいいのに。っていうか、なんだろうな、置ける場所だけ光ってくれるとか、そんなんやってくれてもいいのにね。なんなんこのゲーム、マジで。なんなんマジで、もう、作り直しじゃねえか。もう、マジで。マジで。上から光を持ってくるのと、こっから右に飛ばすのと、下のあいつらがぶつかんなきゃいいな。ぶつかんない。だから左のエリアに青色が入っていて、うん、上から来るやつはいらない。下から赤色ってちゃんと届くようになってたっけ？下から赤色が入らないといけないんだけど、来るかこれ。あ、来てるか。じゃあいいや。これで3色ぶつかって緑だけが真ん中に飛ぶのでいけるはず。はい。でその緑は左に伸びるので大丈夫。ここでこの子が壁を壊すってことが今まで示されてなかったんで、私がポーズかけてた時に発狂してました。私がポーズかけてた時に起こった場所を言っていいですか？ゴール間近ですけど。このステージの解き方で、まあ、左からのラインと右からのラインを両方使うんだよと。で、パズル的にその、両方使って斜めにするっていうのは気づきにくいから、それは OK。それは OK なんだけど、このエリアと一つ上のエリアを行き来する方法がこれしかないのよ。この移動しかないのよ。
何秒かかった今の移動で。ここにボタン、このドアが1個あれば、このドアの移動はなかなか2秒ぐらいなのよ。ここにドアを1個置きゃいいじゃんみたいなことをずっと言ってた。ここにドアがなくて、このマップ間の移動をこれでやるとこうなるから、まあなんか6、7秒かかるんですよ。でこのステージはその左の赤だけを使うか右の赤だけを使うかで、あと両方使うかっていう、まず3つ大きな道があって、それぞれの道に対して、しかも上に対して、この 1,2,3,4,5,6,7 本あるうちのどの場所から上に飛ばしましょうかっていうのがまた選択肢あるのね。その選択肢とこの上のエリアのもともとあった光のビートと、そのどこで噛み合うどこで噛み合わないっていうのをひたすら試行錯誤するのをこの上と下を移動するのを7秒かけるっていうのを何回もやらせてるっていうデザインが気に入らなかった。ここに扉が1個あるだけでその不満は解消されてたんだけど、なぜ扉を1つ置かない、下から上に向かって赤色を伸ばすっていう光、ドアを1個作るだけでこのストレスは解消できるだろうっていう話をしていました。でここで緑行くので、赤はこうできるやつ、真ん中行けばいいのかな。そうか、それも行けるんだ。こうするとあそこを切ることができるから、また左に線が伸びるよ。いや、まあまだシークレット探してないから。やっぱり今カセットだったから、カセットテープの早送りみたいなのを意識してるんだ。なるほどなるほど。だから早送りした時に音が高くなるのは必然だね。このエリアに何かあるのか。そういうことを言ってるわけではないのか。未探査のエリアあるから今こうやって出されても、まだ足りんしと思ってしまうけどまだだしって思っちゃうな。マップもあれなの、完全に埋まりきる感じじゃないねこれ。じゃあなんでマップを完全にグリッド表にしたんだろう。池
けないエリア、まあでもそんなもんかマップって。ただ行けるエリア行けないエリアは不明確なんだよね。真横に行ってしかも隠し扉がないことも確認してあげないと。ってことでいいのかな。さてさあどこになるかだよね。じゃあ隠しがあと3つあるはず。青色のエリアは見つけたが、青以外のエリアで全く未発見。そして怪しい赤色のエリアで怪しかったのはボタンで切り替わる場所があったっていうだけ。例えば該当するボタンは見つからなかった。で紫色のエリアは一旦全部舐めていったんだけど、これというものは特になくて、だから、緑色のエリアを全部解放した後にもう一回部屋間のリンクを考えた方がいいよねっていうことで、一旦上のエリアを開けることに集中した。しかし、しかしか。ハテナのエリアに気づいた理由は、ここに隠し扉があったことに気づいたからでした。他のエリアでも同じように隠し扉を見つけないといけないのだろうか。あからさまにここは行けそうだよねっていうエリアが閉じてた場合は、まあ行くべきなんだろうな。これどうなんでしょうね。これどういうアプローチで来るんだと思います。このアイコン。一つはここじゃないエリアにボタンが設置されていて、それを押せばここが開く。二つ目はこのエリア内、この部屋の中だけで完結するんだけど謎解きになっている。まあどっちかなんですけどこれを押してもボタンは表示されないので、まともに考えるとこの部屋にボタンはないという結論になる。左側のエリアがもやかかってるんですが、左側のエリアのもやを消す方法というのはないですね。あれ、そうじゃんね。そっか、私なんかこのボスを倒したことによって全てのエリアからモヤモヤが一掃されたことで探索エリアが全然変わってくるみたいなことも期待してたんだけど、そういうことはないみたい。それがあったらかなりやばかったね、このゲーム。まあ、相当やばい相当やばいテスト必要になるけど、まあ、なってたら面白かったね、ほんと裏目って感じで。となるともうこれは本当にしらみつぶしでこのエリア光来てないんだ。こんなことあるんだ。ほんまにしらみつぶしであのボタンを探さないといけないのかな。なんとなくの位置関係とかで特定できないのかね。あとこの座標がヒントだったりするとか、こっから上のエリアが、まあ探索はうまく行えてないから、緑色の隠しを探そうとしたら、こっから上を見たいかなと。まあこのエリアとかが怪しいっちゃ怪しいのかな。ここだけ入れないのは変。この右隣。なんか簡単に隠すんだとしたらここだけど、この右側。から持ってきたものが右側に行って、このエリアのに青色が上に伸びてきてるってことは、この下に青色を伸ばすものがあったはずなんだよねと。あとフィルターを黄色とね
この2色のフィルターを画面外に向かって伸ばすことができるから、それがなんかあるのかというのもあるね。あるねと言ったけど、やるにはたくさんバンパー持ってこないといけない。隠し部屋全部見るのかな。隠し部屋概念で全ての謎が解けるかどうかが定かではないよな。あれ、この家これしかないの。これで黄色をこっちに送ることができたりするんだよ。見てみようか。こっちに伸びているのか。黄色は伸びてないということは、真ん中に隔離された部屋は存在してるはず。このエリアってこの上にも物を置けないんだ。じゃあ関係ないね。ここに対して光を飛ばすということが可能な場所もあるのかな。わかんないね。これはパズルじゃなくてデザインだと思うけどな。ああ、そこの上怪しいんだっけ。この何、あ、普通に開いてない。普通に開いてないエリアあるんだ。じゃあ普通に開いてないエリアあんの。これは正しい置き方だね。あれ、じゃあ普通に新エリア来たんで、終わります。続きます。では。